今日も元気にいってらっしゃい。監督です。それでですね、この前の只見線帰りについてちょっとうんちくを話してみたいと思うんですけれども、あのあとですね、YouTube の方にも関連の動画が何本か上がってると思うんですけれども、思いのほか再生数が少ないなと。1週間ぐらい経ってからの、そんなになんか全国的にも関心の低いような内容だったんでしょうか。うちのチャンネルの視聴数が少ないっていうのは別に問題ないんですけれども、他のね、有名な方の動画の方もそれほどなんか爆発的に再生数が伸びてないというところをちょっと心配しまして、もうちょっとどころかかなり関心があって、もうあっという間に1000だのね、行く動画もあってもいいんじゃないかと思ったんですけれども、伸びてないと。どういうことなんでしょうか。私もそんなに鉄道の事情に詳しいわけではありませんので、これがどういった状況なのかっていうのは判断できないんですけれども、50年に一度のイベントでこの関心度の低さっていうのはいかがなものかと。何でしょう。で、それとは別にですね、私どもの作った動画が意外と視聴数の伸びが良くてですね、そちらの方は嬉しく思っております。ありがとうございます。そしてですね、私が薮上駅にこだわった理由というのがですね、只見線の駅といえばまず最初に来るのが薮上駅と。なのでそこで玄関口でお出迎えをするというのは一つのこうおもてなしの精神じゃないかというこだわりはずっと持ってました。今回もうちょっといっぱい人が集まるんじゃないかと思ってたんですけれども、コロナという事情を考慮したとしてもかなり少人数での集まりでした。もしコロナがなければもうちょっと商工会とかと連動して人が集められたんじゃないかという気もしないでもないですけれども、まあ、仮にコロナじゃなかったとしてもこんなもんだったかもしれませんけれども、そもそも福島県側と新潟県側では只見線に対する考え方といいますか、そういうものが開きがあるというふうには感じますけれども、おそらく事実じゃないかと思います。あまり意外と地元でも馴染みがない只見線、開通50年なんていうもうオリンピックの日じゃないくらいのこうレアな条件だったにもかかわらず、関心が低いというのはちょっと寂しい限りですが、どう思われますでしょうか。でましてや来年はついに福島側の普通区間が全開通するというものすごいおめでたいイベントが待っておりますが、これでもおそらく新潟県側の方はそんなに熱量は上がらないんじゃないかと心配してます。まもなく上り電車が通過します。ご注意ください。まもなく上り電車が通過します。ご注意ください。帰りネタといえばついに浮き輪さんたちの帰り動画がアップされました。いつ出るかとずっと待ってたんですけども、先日ついに出ました。尺の方も30分ぐらいで、もう内容もバッチリ、もう見たいものが大体映っているとい もう素晴らしい内容だと思います。私たちはもう鉄道車両動画を撮るのがもういっぱいいっぱいで、イベントの細かい内容まではとてもじゃないけどロケはできませんでしたけれども、そちらの方の動画はもうだいたい見たいものが映ってました。
一番見たかったくす玉が割れるシーン、綺麗に撮れてました。ありがとうございます。最後の方にも面白い映像が含まれてまして、もう本当に理想的な只見線開通50周年記念イベント動画だと思います。皆様もぜひご覧くださいませ。このままいきますとですね、来年の全通記念イベントがなんかちょっと心配になってきました。新潟側は多分全然なんかあんまり関心が弱いかな。もっと応援しましょう。 お祝いしましょう。お祝い福島県只見線、そのためにでもですね、我が最強強化只見線物語が何らかのきっかけになればと思います。新規イラストもちょこちょこと追加してまして、キハエルさんのニューイラスト、可愛いのができましたよ。新潟側の只見線応援団長としてよろしくお願いします。同じ感じで京香さんのイラストの方も準備をしております。そして京香さんは完成しましたら等身大パネルをいよいよ制作したいと思います。もしパネルができましたら、もうあっちこっちの駅の前で写真を撮りまくり、いろいろアピールしますよ。そんなわけでですね、私たちのキャラクターと一緒にこうわちゃわちゃとね、一緒に楽しんでくれるような方を募集したいと思いますので、お問い合わせくださいませ。只見線物語公式ツイッターからお問い合わせください。 YouTube とかインスタの方からは問い合わせは受け付けておりません。とは言ってみたものの、魚沼市はおろか新潟県を入れましても、このチャンネル知ってる人がほとんどいませんし、見てる人もいないのも分かってますので、まあどれほどの効果があるかといえば、まあほとんど効果はないと思いますけれども、一応こう広告を置いておきますので、そのうちこうどなたか引っかかってくれましたら、それはそれでいいんじゃないかなというスタンスです。でもいずれは実写化もちょっと試してみたいので、京香さんのモデルされる方が見つかりましたら、それはそれで面白い展開になるとは思っています。どうでしょうか。それでは今週のお茶通終わりにしたいと思います。バイバイ。7時58分発只見行きの列車、まもなく出発します。レッツゴートギャザー。嫌なことを忘れるほど楽しいこと積み上げよ。我が只見線は永久に不滅です。